ってブランドでも2年生のスタッフに戻られて、お得に進めさせていただきました。今日は本日のご挨拶に伺います。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。どうぞ、お越しください。お願いします。ありがとうございます。こちらもお願いします。スタンプを渡してもらって、そうですね。全然です。ちょっとニコリでこっちお願いします。はい、伊藤でお願いします。本日はお集まりいただきありがとうございます。まあ、先ほど、西武ライオンさんから、ご挨拶をいただいて、改めてプロ野球選手として、スタートするという実感が、湧きました。しっかり来年以降活躍できるように頑張りたいと思います。そうですね、まあ、まずは1年目は、まあ、しっかり新人を目指して、まあ、開幕からしっかり、プレーできるようにアピールしたいと思いますし、まあ、将来的にはしっかり日本を代表する投手として、まあ、活躍できるように頑張りたいと思います。そうですね、まあ、いいライバルとして、まあ、見ていますし、まあ、今後、まあ、しっかりお互いで2人でしっかり高め合って、まあ、しっかり2人でローテーションを守っていきたいなと思います。佐藤君もドラフト2位で、取れたことに対する、感謝ですね。やっぱり最後の最後まで迷ったんですよね。あの隅田君に行こうか佐藤君に行こうかっていうところで、で、まあ結果的には、隅田君というふうに落ちたんですけども、まあ、その時点で、佐藤君とは、縁がないだろうなっていうことは感じてまして、まさかね、あの2位で残ってるとは思ってなかったもんですから、あの2位のリストからは全然消してたんですけども、あの残ってるということで急遽追加して、あの喜び勇んで、名前を書いたというところですね。まさか2位でっていうところで思ってました。僕もずっと4年間ドラフト1位を目指してやってきた中で、まあ、2位という指名で、まあ、悔しさっていうのがあったんですけど、まあ、それはまあ入るまでの目標であって、まあ、入ってから、まあ、ここからはまあ同じスタートラインに全員が立つと思うので、まあ、ここから誰にも負けないようにしっかりと、まあ、いいパフォーマンスをできるように頑張りたいと思います。キャラクター、マスコットキャラクターの小泉くんと言います。よろしくお願いします。ちょっと喋れないんで、ジェスチャーで喋れない。野球のグラウンドとかに行くんですか？あ、来ます来ます、あのゲームの時には行きます。ありがとうございます。では佐藤くんの活躍を小泉くんも応援してるとところで、はい、これにて写真撮影してるので。